今日挑戦しや。さあさあ、タイムアウトを挟んで再び李石のサーブ。あっという間にカラスノの背中を掴んだ稲井崎。 100%。攻めてきよんな。影山、エフター、田中さん、僕との弱小版に過ぎん。背中を掴んだと思いきや、そのままの勢いで抜き去った。稲荷崎逆転。全国2位がなんやねん。どっちでもええわ、昨日のことや。カバー、ギャムラット、オサム、ニア、オサムがいる。今日、何をする。双子速攻、マイナステンポ。うらっ、何これ。イレギュラーだ、あんま気にしすぎんな。逆転された上、想定外の攻撃されて、こういう時豪快な一本決められたらスカッとするし、お前らが意地でも決めたいスパイク、俺らは意地でも止めんねん。なんかオレンジの方、このまま負けちゃいそうだね。行ってこい、そうよ。日向、なんか朝日、田中、お稲荷崎乱れるが、田中さん前。影山、恥を忍んで頼もう。9番の強烈なサーブ、前衛には10番を含む攻撃3枚、最も厄介なローテや。すぐ、実際にはミア・アキムはトスを上げようとしてた。まだ相手コート側にあるボールに手を出せば反則なんだよ。刺さったな。カラスの命拾い。レシーブ、センターに帰って、ミア・アキム誰を使う。おさむ、無茶つむ。お前にこれを言う日が来ると。ナイスレシーブ。俺は価値を感じない。お前は何をやっている。完璧。いや、言わねえ、まだ言わねえ。ブレイクだ。ちゃんと言って。けど取られたらあかんやつや。稲井崎、返せるか。下がれ、下がれ、もう一回。嘘だろ。相手の心を折るのに十分な一点や。負けたくない。負けてたまるか。割ってたまるか。負けて、見たかよ、さっきの俺のレシーブ。見てない。嘘つけ。じゃあ次取るやつ見てろ。飯食うとるみたい。毎日何回も飯食うのにすぐ腹は減って、飯にありつくたび幸せやって思うし、あいつそれやねん。飯食うみたいにバレーしよる。腹減ってる時になんか一口食うとな、もっと腹減ってくんねん。うまそうに食うやつ見とると周りもみんな腹減ってくんねん。